時刻は12時になりました。こんにちは、土田照之です。 FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送から本日も生放送でお届けします。はい。さあ、ちょっと番組冒頭からね、こんなこと言いたくないんですけど、うん、ちょっと終わってしまいましたね。本当に何ですか。いよいよ終わっちゃいましたよ。本当に悲しくないですか。朝ドラ、あ、違います。あ、不適切。あ、違います。冬です。そういうことか。我々が大好きな冬が、はい、いよいよ終わりましたね。もう今週高いですね。今屋上の温度計、今屋上の温度計 24.9 度、25度ですよ。え、急になんだよ。どうしたの。昨日といい今日といい、もう何あ、そうなんですね。そうです。だからほら、行っても3月一回ちょっと暖かくなった時があって、はい、あ、このまま春行くのかなと思いきやまた寒くなったりしてる。なりましたね。あ、やった、やっぱ冬がまだいるじゃんなんて思ったのに、もういないです。もう最低気温見ても、もう関東はずっともう2桁以上ですし。あと、3日ぐらい前からですかね。羽毛布団、買いました。掛け布団を。そうなんです。春用の薄い布団に。はい。七分袖ですもんね。そうですね。だから確かに。本当に悲しくて。コート今日着てこなかったですもん。そうでしょ？はい。今日別にだって、ロンT1枚でもいけるし。うん、それは寒い。いやいや、いけるいける。外は全然 T シャツだよ。本当ですか。全然。いる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 。昨日もそうだよ。あ、そうなんですね。昨日も出るときに、だから昨日の夜のニュースとか見てたら、子供らと出かけてるお父さんが、はい、いや、ちょっとね、長袖で来ちゃったけど、あまりにも暑いんで、駅で子供たちの半袖買いました、つって。そんな高かったんですね。そう。今日26度とか。ね、行くもんね。あ、そうなんですね。そうですよ。だから本当にもう、大好きな冬が終わって、これから憂鬱な期間に入っていくのかと思ったら、本当にもう悲しくて。で、本来、今日ね、だそれこそこの番組も、いつもだったら12時から4時までのね、4時間の生放送ですけど、今日はプロ野球の開幕ということで、はい、午後2時からプロ野球のね、デーゲームの中継のために、本日この番組は2時までなんです。はい。ってことは2時に終わるんで、しかも天気がいい。で、これウォーキングの大好きな私としたら、はい、歩くはずなんですけど、確かに。車で来ました。なんでですか？暑いからです。日差しが強いからです。昨日の夜、うちの一番下のね、4番目のチビが、サッカー部。はい。お風呂空いたよーって言いに来たの、俺の部屋に。はい。見たら、え？どうしたのそれ？って言ったら、日焼け。え？今日一日でって言ったら、もうそう、半端ないよ、つって。もう、あ、真っ赤。そんなすごいんすね。そう、だからもう、あーん、やだ、と思って。だから明日はもう歩くのやめようって、昨日の晩に決めてたの。うちのチビを見て。あ、もう、じゃあ25度前後になったら、うん、歩くの中止っていうか、2時に終わるってことは、日差しも強いんですよ。そうですね。で、なんなら一番気温も高いんで、うん、なんで今日は家帰って、夜は歩きに行きます。あ、そうですね。はい、ちょっと日が落ちたり。その方がいいんで。涼しいですね。本当に。だってね、清水さんもだって冬が好きでしょ？冬大好きです。これからね、夏になっていくんですよ。そうですね。超嫌だと思って。絶対暑くなりますからね、これから。まあね、暑くなりますよね。まあ、その、まあ、暖かくなってきたから、そのプロ野球もね、開幕したわけですけど、そういえば、ロッテの開幕投手、はい、日平素ファミリーでおなじみの、大島投手。この間、先週ですか、の夜に、ゲットスポーツっていう番組で、はい、特集組まれてたんですけど、はい、びっくりしました。何ですか？ピラティス始めてますよ、多分。伝わりました？いや、それが、小島投手が、今までの感じじゃなく、新たなことをやっぱ試みようっていうんで、はい、和田さんっていう、和田投手って、もう和田さんいくつよ ?40? もう松坂さん、80年前ですかね。だからもう大ベテランなんだよ、うん。で、その和田さんの大ベテランが、なぜ今でもあんだけ現役でできるのかっていうんで、多分和田さんの自主キャンプに参加させてもらったの。はい、小島くんとか、若い投手何人かが。はい、もう球団違うんだけど。そこに行ったら、そこで和田さんがやったのが、ピラティスだったのよ。で、和田さんって、その、筋骨隆々じゃないのよ。細いの。昔からシルエットは。で、この細いのになぜあの速球が投げれるんだみたいな。で、それはやっぱその、ウエイトとかで大きい筋肉じゃなく、そうじゃないところのやっぱ、体を鍛えて、すごい頷いてるんで、清水さん。そうなんです。ピラティスとは、みたいな。いや、もう本当私4年経ったんですよ。ピラティス始めて。なのに、まだ本当に見えないです。なんていうの、終わりが。あ、終わりが？終わりが。まだ入り口も見えてねえのかな入り口は多分もうくぐったんですけど、
結局やっぱ体幹っていうか、うん、その本当に中にある筋肉に効かせるっていうのがめちゃめちゃ難しくて、そう、だって30年間アウターに頼って生きてきたんで、基本的には、うんうん、だからインナーに意識を向けるっていうのがすごく難しいんですよね。いや、むずいよね。で、つまらないしね。つまらなくないですよ。つまんない。やっぱほら、筋トレやってんなーの方が、こっちテンション上がるのよ。私は。あ、これ映像そう？和田さんが。ピラティスやった、ね、あ、和田さんがね、そう、ああいう機械とかでやってて、ね、で、それを若手の投手が見てて、で、その中に大島くんもいて、やって、しんど、みたいな。でもあの感じだとやってないかもしれないけど、これは向いてねえなって思ってるかもしれないけど。やっぱ男性は、その、外の筋肉を鍛えて、ちょっと体が大きくなるみたいなのが好きなんですか？いや、体大きくなるの、重いの持ち上げたいんですよ。ああ単純に、うん、単純に。歯食いしばって、うわってやりたいんです。あ、そうなんですね。そう、だからあのもうストレッチとか本当につまんないじゃん。え？何にもむしろあんな、何ストレッチって。だからもう続かないのよ。いや、私はその重いのをもう極力減らしたくて、もちろんそのパーソナルのジムに通ったこともあるんですけども、はあ、もうしんどいじゃないですか。なんか持ち上げたりとか。ああ。だからあれを私は極力、本当に自分の鍛え筋肉に効かせるためにピラティスやってるんですよ。はい、なんか無駄な筋肉をつけたくないです。すごい効率重視なんです。無駄な筋肉？アウターの筋肉は無駄だとは思ってないんですけど、はいはいはい、まあまあ確かに見せる筋肉というか。そうなんです。確かあのなんかかっこいい体にしたいなの人たちはそっちやればいいけどね。そうなんです。私の多分その目指してるものは内側の筋肉で。確かに。で、え、どう、何を最終的に目指すんですか？内側を鍛えて。え、疲れない体です。あ、なるほどね、はい。それは大事かもしれない。だからやっぱ俺もやっぱ若い頃とか、やっぱ30代の時とかね、やっぱ、はい、僕はもうそのジムとか行ったことないんで、家でずっと鍛えてるんで、うんうん、そのだって理由はあの単純にあの反抗期迎えたあの子供たちをぶちのめしてやろうと思ってたから。うちほら4人中3人男だから。そうですね。反抗期迎えてね、あんなじじいとか来たら、全員もうボッコボコにしたろうと思ってたんで。そしたらまあ気がついたら、なんか、いい子たちに育っちゃって。なかったですか？一回もないんじゃない？反抗期みたいなのはなかったんですか？反抗期はもちろんありまして、はい、奥さんとかに対してはね、はい、僕には全く来ないです。で、それってある一種やっぱトラウマがあるんだなと思ったのが、はい、その例えばウォーターサーバーの水ってあれ12リットルだったかな、はい、めちゃめちゃ多いですよね。あれをだからあの片手に1個ずつ持ってふわーってやったりとかするのをちっちゃい頃見せてると、いやもうドンキーコングじゃねえかよみたいになって。怖い。そうでしょ。だから直接的な暴力よりも、なんかすごい重いものを持ってる姿とか見せる方が、多分子供には効くと思います。まあ絶対に、その、これが下地にあるって思いますもんね。そうだから、やっぱ親父には勝てないんじゃないかって多分その時思うのよね。うん、俺中1の時に、これたけしさんが言ってて、たけしさんが言ってることと、はい、うちの親父が全く同じことしてて、はい、中学校上がった時に親父がキャッチボールしようぜって言ったの。なんでと思って。小学生ならわかるけど、中1だぞやと思ってて。はい、まあ一応野球部だったんで。ないよ、つってやった時に、最後の2球ぐらい、親父思いっきり投げてきたのよ。その時の球の速さ、えぐくて、12歳、13歳の俺にしたら、そうですね、はい、すごいと思って。だからあの、松坂が、すごい球投げた時も、いや、あの時の親父の方が速いって未だに思ってる。まあ、体感、そう、体感。体感。佐々木朗希がどんな速い球投げても、いや、あの時の親父の球の方が速いなってやっぱ俺思っちゃってるから。事実はわかんないですけど、体感はやっぱそう感じる。事実はわかってるんですよ。だから知れてるでしょ。ジジイが、土建屋のジジイが庭で投げる球の速さなんて。そっか、でも、そうなんですね。多分、間接的に知らしめる方が、怖いんですね。怖いと思う。なんで、あんな速い球投げる親父にはかなわないわって多分もう中1で思ってるから、うん、はい、その後どんどんこっちの体が大きくなってもいやいやいや親父はエグいって思っちゃってるからそういうもんなんですかね。そうですね。なんかあの夏になってやだなの話からよくわけのわからない子育て論の話になっちゃいましたけど ね、 ね、ただまあ今日はあれなんです、本当もう2時までのね。そうなんですよね。そう、短縮放送で短いバージョンですから、はい、残念ですね。ちょっと笑ってますけど残念ですか。残念です。本当ですか。全然ピラティスのお話だったらいくらでもできますよ。ピラティスの話、はい、でもほらこの番組聞いてるおじさんおばさんピラティス未だに多分分かってないと思うね。ピラティスを、いやでも本当におすすめなんです。ヨガの親戚みたいなこと。ヨガは私の中でですけどね、はい、ヨガは割とストレッチとかリラクゼーションの効果があると思ってて、
はあ、なるほどなるほど、確かにピラティスはトレーニングです、うん、ああ確かに一回言ってるけど確かにトレーニングでした。汗かきましたもん。しんどいですよね。しんどいです、しんどいです。すっごい地味な動きをずっとしてしんどいんですよね。そうなんですよ。だからつまんないんですよ。また派手な動きしたいんですよこっちは重いもん持ち上げたいんですよ。でも体の使い方でこんなに汗かくってなんか不思議じゃないですか。いや分かるんですよ、言おうとしてることは。だからあの前もね、もう何回も言いますけど、そのピラティス1時間だったかな、はい、1時間です。で帰りしなに会った知り合いからたまたま連絡来たから、でどこに乗ったら銀座に、俺今ちょっと銀座のとこ通ってるよっつって、あじゃあ晩飯食おうかっつって合流して会った時に、はい、えこんなに背高かったっけって言われた時に、俺も姿勢良くなってってるのが自分で分かってたから。そうですよね、なんか視界がちょっと上にありません、そう、なんかこう上にこう引っ張られてるというか。そうなんですよ。そうそう、でもそれが疲れない体作りになってて。そうですね、確かに。もう本当にだから本当に私腰がちょっと、うん、あれなんで結構頑張ってちゃんとしたいなって。ああ確かに僕も腰がちょっとあれなんでね、良くないんで。そう、今30代でこんなぎっくり腰やってるんだったら、はい、もう40代50代が怖すぎて。いやいや、まあそうです。でもその時のためにやっぱあるのがパナソニック のコリコランという商品なんですけど今日もね私コリコランのはつけておりますけどもね、はい、カレンが出てきた、土田のターンのはいこちら、はい、コリコランでね、これ別売りの腰ベルトの方ですけれどもね、はい、家庭用のね医療器の中では唯一高周波治療器、まあ、低周波治療器はよくありますけどね、はい、これは高周波治療器というやつでございますね。はい、家電塾だ。おいくらなんでしょうか。これはですね今、いく3万ぐらいですかね。ちょっとお高いんですけど、ただ店舗に商品ございません。なんでですか。あ、人気があるからです。ああ、そういうことか、はい、上手ということで、さあそれじゃあ今週も行く、もういい時間になっちゃったさあそれじゃあ今週も行きましょう。土田照之日曜のヘッド、改めまして土田照之です。そしてパートナーはこの方、新内舞です。よろしくお願いします。します。さあ今週のメールテーマはですね、日曜のへそが今日は午後2時までの放送ということで、メールテーマは残念ですです、うん、例えばイケメンなのに店員さんへの態度が激悪男、います。いるでしょう、横柄な態度取る彼よ、イケメンの。いるイメージがないですね、あんまり。あ、街中とかで水待ってこいやんてめえ令和のこの時代にいますどこ見てんだよ、超イケメン。それで超イケメン令和でちょっとごめんなさい、会ったことないかもしれないですか、はい、昭和はいっぱいいましたけどもねというね、まあ、そういうのが、まあ、残念すぎて恋も冷めるとかね。 あとインスタント麺を食べ終わった後入れ忘れた特製スパイスが出てきた時の残念ね。あるある。いや分かるな。 なんかしかもああいうのってなんか、あ、ないなと思って探しても出てこないのに食べ終わってから見つかりません。わかるわかるわかる。探したのにね。あと本当なんかそのカップ麺もなんかこだわりのあるやつって、粉末と液体みたいなのが何個プランの小袋みたいな。いや本当にね、すごいですよ、まあ、美味しく食べていただきたいっていう思いから、ね、確かに美味しいんですけどね、はい、美味しいです、ねね、あとはですね、往年のスターがテレビで久々にヒット曲を熱唱、しかし変なボサノバアレンジで残念などなどね。そう、歌い方のアレンジも変わってたりしますもんね。わかります、はいはい、オリジナルは聞きたいんですけどね。わかる。などなど、あなたがですね日常で残念だと思うことを教えてください。受付メールアドレスはへそっとマーク 1242.com までお願いします。住所、氏名、年齢、電話番号を明記して送ってきてください。はい、ということで本日も最後までお願いよろしくお願いします。さあということで曲いきましょう。1999年の曲ですね、はい、花々で、あーよかった
し、もしもうつむいて倒れかけたら、泣き虫な私のそばで泣いていいよ。 There's nothing for us to lose. I'm sure I can say, I can say. Nobody knows what it feels like in there, but I'll be right beside you from now on. So I got that anata ga ite.日曜のへそではあなたからのメールをお待ちしています。メールアドレスはへそアットマーク 1242.com、 へそアットマーク 1242.com、 へそのスペルは HESO です。あなたからのメッセージお待ちしています。石原さとみです。ラジオを聞きながらスマホを見ているそこのあなた、ドコモのイルモならスマホの使い方に合ったプランが選べるからみんなにお得。スマホ代落とせるかもよ。イルモ月々3ギガ税込み880円、プランに迷ったらお近くのドコモショップへ。こんにちは、小沢幸義です。ここで一つストレッチいかがですか。はい、両腕を広げてそのまま頭の上へ大きく円を描いて白鶴丸。日本の酒、白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。毎週日曜お昼12時から生放送でお届けしています、日本放送土田照之日曜のへそ。さあ、ここでプレゼントのお知らせです。日曜のへそでよく話題となる私の一面といえば秋元真夏と松村さゆりの二人なんですが、同じく元乃木坂46の高山一実ちゃんが小説家デビューを果たしました。あ、焼き鳥仲間。焼き鳥仲間です。はい、はい、で、そんな高山一実ちゃんの小説トラペジウムがアニメーション映画化され、5月10日から全国公開されます。トレペジウム自体は結構前に発売されたんですけども。アニメ化されんの？そうなんですよ。5月10日から全国公開されます。原作トラペジウムはアイドルを目指す高校生アズマユーが東西南北の美少女を集めながら自らの夢に向かって進む物語です。そんな注目の映画が4月25日木曜日夜7時10分から新宿バルトナインでプレミア試写会を行います。試写会。こちらのプレミア試写会には原作者である高山一実さん、声優を務める結川麻希さん、木又翔也さん、そして篠原雅弘監督という豪華登壇者が揃います、うん、このプレミア試写会に番組のお聞きのリスナーを3組6名様ご招待いたします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号、そして件名に試写会希望と書いてお送りください。受付メールアドレスはへそアットマーク 1242.com、 へそアットマーク 1242.com までお願いします。なお、当選につきましては発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。さあ、ここで一曲ですね。はい、カズミの好きですね、山口百恵さんで夢咲案内人。
FM93 AM1242 日本放送土田照之日曜のへそ。石原さとみです。あなた今落とし物しませんでした？え、してない？なんで落としてないんですか？せっかく落とせるチャンスなのに。スマホ代落とせるかも。ドコモのイルモ 0.5GB なら月々税込550円。プランに迷ったらお近くのドコモショップへ。食べる、買い足す、備える、食べる、買い足す、備える、食べる、買い足す、備える。普段よく使う食材を多めに買っておいて、食べた分だけ買い足すことをローリングストックと言います。シーチキンエル、シャキッとコーン、朝からフルーツ、羽衣フーズの商品でローリングストック始めませんか？古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 157-999。 出張買取はカメラの北村。まずは電車に関する情報です。乗務員急病の影響で運転を見合わせていたJR 中央総武各駅停車は先ほど午後12時20分ごろ全線で運転を再開しました。ただダイヤの乱れが発生しています。ご利用の方はご注意ください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターの星野彩さん、お願いします。はい、
首都高速道路は3号線が事故のため渋滞しています。3号線の下りは大橋ジャンクション付近で乗用車2台の事故のため3キロの渋滞です。6号線の上りは箱崎ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションを過ぎて都心環状線の外回りの神田橋まで渋滞しています。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で9キロ渋滞しています。東京インターから海老名ジャンクションまでは35分です。東京湾アクアラインは木更津方面へ向かう下りがアクアトンネルで1キロ渋滞しています。この東京湾アクアラインは強い風のため橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。日本道路交通情報センターの星野でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時55分頃お伝えします。東業協会ではプロ野球コーチの白井和之さんを講師に迎え、5月17日金曜午後2時東京八重洲で特別講演会を行います。こちらに抽選で100名様をご招待。ご応募は日本放送ホームページをご確認ください。石原さとみです。ラジオを聞きながらスマホを見ているそこのあなた、ドコモのイルモならスマホの使い方に合ったプランが選べるからみんなにお得。スマホ代落とせるかもよ。イルモ月々3ギガ税込み880円。プランに迷ったらお近くのドコモショップへ。法律事務所未来予から B 型肝炎について大切なお知らせです。幼少期の集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスに感染された方、その方から母子感染などで感染された方は国から最大3600万円の給付金が受け取れます。症状がない方も対象です。さらに発症されたら追加給付金も受け取れます。 B 型肝炎訴訟のご相談は未来予へ。相談料着手金は無料です。0120-783-005 悩み005、東京弁護士会所属法律事務所未来を。エコなリカ、足立リカです。エコリカのリサイクルインクカートリッジはエコで安くて高品質だから、ずーっと五感インクのナンバーワン、しかもエコマーク認定商品。リサイクルインクカートリッジのエコリカ。石原さとみです。あなた今落とし物しませんでした？え、してない？なんで落としてないんですか？せっかく落とせるチャンスなのに。スマホ代落とせるかも。ドコモのイルモ 0.5 ギガなら月々税込550円。プランに迷ったらお近くのドコモショップへ。 FM93 AM1242 日本放送、内田照之日曜のへそ。さあ、本日はね、プロ野球デーゲーム中継のため2時間生放送ということで、ね、はい、メールテーマは残念です。です。うん、さあ行きましょう。四つ会同士の土太郎。はい、プロ野球開幕にちなんで、プロ野球ファンにとって一番残念なことは、雨で中止です。ああ。雨天中止ね。今の野球場は屋根付きドーム球場が当たり前の時代ですが、うん、甲子園や神宮球場みたいな野外の球場は、雨で中止は必ずあります。うん、試合で負けるよりも残念です、うん。僕はドーム球場よりも青空、または夜空の下でやる野球が好きです。中止の場合は、楽しみが先に伸びたって感じで受け止めています。ってことで、うん、確かにね。でも横浜もね、屋根ないですしね。そうですね、ベイスターズの。セリーグの方が屋根なしが多いってことですか？ああ、そうか。ゾゾマリン？あ、ゾゾマリンはないね。もうないですよね。風も強いしね。神宮も、広島も。あ、広島もだもんね。あ、そうなんですね。ドームじゃないですかね。甲子園も。じゃあ、セリーグって東京ドームだけ？中日も。あ、中日か。そっか。名古屋ドーム。はい。はあ。あ、でも増えたとはいえか。まだそんなもんか。おー、へえ、そっか。まあでも確かにね、その青空の下でやるのもいいですもんね。うーん、気持ちいいですよね。最初ね。最初ね。5分ぐらいね。ちょっと最初だな。あ、一人じゃないですか。暑い。日差しが強いって思うもん。神宮球場俺最後に行ったの、それこそ乃木坂のコンサートですよ。ああ、ありがとうございます。めちゃくちゃ日が当たってて。でもあれ何時からやってますか？夕方から夜にかけて。だから、
夕方から夜にかけて本当にあたりが暗くなってきた瞬間、一瞬心地のいい風来ません？いや、なんかずっとなんかもう一ブロック向こうは日陰なのに、こっちずっと日当たってると思いながら。でも上手の方ですか、下手の方ですか。わかんない、でも覚えてない。なんかそれこそうちの娘がなんか中学生で、はい、親戚の子女の子2人、中学生だ、中学生の女の子3人連れて、はい、みんなもう乃木坂に見えれるみたいなテンションだったけど、俺はもうなんかもう日差しが強いと思って。私が会釈したから。あ、そうですそうです。だって僕それしかだって乃木坂のコンサート神宮行ったことないですもん。あ、そうなんですね。あともう一個だから埼玉スーパーアリーナに初めて行かせてもらって、多分神宮と多分2回しか行ったことないと思う。あ、そうなんですね。そうですそうですそうです。西日が一番辛いですよね。あ、だから西日ですよね、夕方だから。すいません本当に。でもいや、なんか良くないですか、やっぱ神宮。いや、だからいい思い出今一個も話してないですけど、やってる方はすごい楽しいですよ。それはあの夜になったらまたいいですよ、その夜風は。夜風めっちゃいいですよね、はい、でその中がゴンドラみたいなの乗って、はい、メンバーがこう通路バーって来るときに、ちょうど僕らのブロックの目の前に新内さんが来られたんですよ。そうなんです。まだこの仕事全くする前の新内さん。そうですね、だから5、6年前ですよね。そうね、だってこの間二十歳になった娘が中学生だからね。そうだね、6年ぐらい前かね。そうですよね、だからまだそんな接点もない時に、全然ない時に内田さんを発見して、はい、あの私は客席に内田さんを発見して、あ、なんかどうもみたいな、ちょっと軽く会釈されてそれまでなんかみんなに手振ってファーにファーって手振りながらパッと俺に行くと、あ、どうもみたいな、一緒挨拶した時にうちの娘が、あ、今トトに挨拶したよねみたいな、ね、まあまあそうなんだ、ね、気づいてくれたのかななんて。今ファンサじゃなくて会釈、うん、そうですね確かにファンサービスで会釈ってないですもんねまあまあ確かにね、ありますけど。ありましたね、そんなことも。じゃあ続いて、青梅市の仲良くなりたい、はい、53歳。今日2時で終わってしまうことが残念です。あ、嬉しいですね。まあ、確かにね、いや本当そうなんですけどね。まあでも僕らもすごい残念だなと思ってますけど、まあくよくよしてもねしょうがないんで、やっぱ前向きに考えなきゃなと思ってるんで。そうです、前向きが一番ですから。そうですね、だから僕あの2時以降どこにお昼食べ行こうかなっていうのもすごい考えてます楽しみだいたいほら4時に終わっちゃうとどこもお店やってないんですよ。まあそうですね、昼営業はもう絶対にやってないですね。そう、もう休憩でだいたい5時からとか6時からまた夜の部が始まるんで、うん、何もやってないんだよ今日はね。そうですね、3時まで影響してる、どこかに行けるなと思いながらね。最高です。まだ来週は4時間なんでね、ぜひ4時間聞いていただいて。もちろんぜひね聞いていただきたいなと思いますけどね、はい、で続いて、はい、目黒区の、桃太郎飴さん41歳、うん、私の残念ですなことは自分の注意力のなさです。はあ、めっちゃわかる。銭湯の大浴場でお風呂に浸かろうと思って水風呂に足を突っ込んだ。うわ、寒い。ワイヤレスイヤホンを買って絶対になくさないようにしようと思ったその日になくしてしまったり、いつも気が緩んでる自分に残念な気持ちになりますっていう。あ、もうでも私本当に帽子何個なくしたか分かんないんですよ。なんでどっかお店行って脱いで。いや、もう覚えてなくて。それも覚えてないの。気づいたら、しかもあのキャップじゃなくてバケットハットが絶対になくなっちゃうんですよ。バケットハットってどんなんですか。なんて言えばいいんだろう。バケット普通に普通の帽子、キャップとかじゃない、うん、普通の帽子。普通の帽子。バケットハット。サウナで被るみたいなやつですか。そうですそうです。ああ、あれか、のっぽさんが被ってるんですね。ゴン太くんとのっぽさんが。そう言ってもらえますか。そう。ああ、そう。わかりやすい。のっぽさんがって。ああ、あれかってすぐわかるから。あれをなんかなくしちゃって、私この間。買ったんですよ。本当に正直 3日前ぐらいに買ったやつ、1日でなくしちゃって。え？一緒じゃん、桃太郎飴と。もうだから本当に、多分バケットハットに縁がないのかもしれないです。いや、縁はある。注意力がないだけ。いや、ワイヤレスイヤホンはわかんない。なぜならちっちゃいから。私、ワイヤレス。バケットハットってわかるじゃん。帽子。でもなんとなく、あ、ここに忘れたのかなみたいなのはいつもなんかなんとなく覚えてるんですけど。例えばお店だったらお店に電話したりとかしないの？私大体車か電車か飛行機の中で忘れてくるんですよ。あ、移動の時ね。移動の時になんか多分席ついて安心して脱ぐんですよ。はいはい、それが多分良くない。確かに、そのやっぱ注意力がない人ってその脱いだやつをその辺に置いちゃうんだよね。なぜバッグに入れないと思う笑ってるけど。いや、ごもっともすぎて笑うしかなかったです。なんでタクシーの後ろのシートを乗っけちゃうの？置いちゃうの？なんか基本的にタクシーから降りるときって絶対後ろ確認するじゃないですか。しますします。でもそういうときに限ってバケットハットのときだけ確認したいんですよ。
いやいや別にそれは運のなさじゃないですね。やっぱり注意力ですよね。そっか。でもキャップはなくさないんですけどね。あ、キャップはなくさないけど、そのバケットハットをなくしちゃう。のっぽさんの方はなくすんですね。はい、なくさないな。なくすものとかあんまないですか。あんまないですね。ワイヤレスイヤホンとかも大事に、外したらもうすぐその充電するこうパカッて開けるやつに入れたりとかするんで、だからあれだよ、桃太郎飴さんとか何なるの、骨伝導のやつ買ったら、あのイヤホンじゃなくて耳に入れるんじゃなくてこう輪っかみたいになってるんで、あれなくさねっす。そこそこな感じがあるんで。ちなみに今私ワイヤレスイヤホンなくしてて。なくしてんの？なんか一応その探すみたいなやつあるじゃないですか。GPS で iPhone 探すって、 iPhone のな探すってやると出てくるんですよ、位置情報的に、うん、で多分前に仕事した現場に忘れてるんですけど、うん、それの充電が切れちゃってるんで、そっから消息が発信されてないの、発信されてないんで、でもどこに行ったか分かんないですけど、もう1ヶ月近くワイヤレスイヤホンがない生活を送ってます。へえ。だから多分なくすのが多いんですね、きっと。だなくすのが多い人はなくした後もそんなに執着しなさそうだもんね。またなくしちゃったで済むじゃない。だからめっちゃ迷ってるんです、新しいイヤホンを買おうか。え、でもこの1ヶ月間探してるんですか。探しだって最後にあそこだって場所は分かってる、問い合わせてるんですけど、ちょっと未だにないので。じゃあ買うしかないんじゃない。そうなんだ。携帯とかもなくしたこととかあるし、だからそういう時って携帯も新しいの買った時に出てくるんですよ。不思議なんですよね。不思議ではないんですけどね。あるあるっちゃあるある。でも鍵だけは絶対なくさないんです、私。で別にそこ自慢されてもですけど。あ、ごめんなさい。なるほどね。やっぱね、ちょっとおっちょこちょいさんはいるってことですもんね。そうなんですよね。じゃあ続いて、はい、江東区のマサルの33歳、自分が残念だなと思ったことは、びっくりドンキーのメニュー表が木製の大きいやつからえタブレットに変わってしまったことです。そうなんです。そうなの。びっくりドンキーが？びっくりドンキーといえば、あのね、でっかい木のメニューですよね。びっくりドンキーって言ったら、そのハンバーグじゃないですもんね。そう。あのメニューですもんね。びっくりドンキーの雰囲気には、あの木製の大きいメニュー表が合っていたし、うん、学生時代にあの大きいメニュー表を見ながら友達と何を食べるか決めていたので、少し寂しくなりました。寂しいですよね。新さん、びっくりドンキーに行きたがっていましたが、行けましたかっていう。行けないです。あとびっくりドンキーって言ったらあれだよね、あの木の器だよね。そうです。あれはまだ健在だと思う。あれはそうなんだ。プレートでもなんか多分私がよく行ってたその中学校とか高校時代とはまだ変わってるんだろうなって思いますね。うーん、まあでも しょうがないね。だってあのタブレット人件費を削減するためにはね、タブレットになるわけですもんね。多分そうだと思いますね。いや俺でも本当ちょっと前に、去年一昨年かな、あのロボットの配膳、はい、やっぱびっくりしますよね、猫の。おいおいおいと思ったもん。いや私もすごいびっくりしましたね。ええっていう、ああいうのがまあまああるだろうとは思ってたけど、本当に実用化されて、うん、こんなにフルで働いてるんだと思ったらすごいなと思って。すごいですよ ねなんかやっぱ時代って進みますよね。進みますね本当に。びっくりドンキーも言ってないな。じゃあ続いて、大田区の53歳、アクセルマン、はい、50を過ぎた頃白髪が目立つようになりました。お、最初の頃は定期的に染めていたんですが、ある日染めないでいたら吉川浩司みたくイケオジになるのではと思い染めずに放置しました。はい、数ヶ月が経ち鏡の前に立つ姿はもみあげだけが白くて、吉川浩司とは程遠く、まるで北王子金也でした。いや別に北王子金也さんもかっこいいですけどね。かっこいいですね。うん、そういえば親父も兄貴ももみあげだけが白かったです。そんな遺伝子が残念ですっていう。なるほどね。まあ確かにその白髪になる時って自分じゃ制御できないじゃないですか、うん、どこから入るっていうのが。はいはい、そうですね、うん、でもこのね、吉川浩司さんみたくイケオジになるのでははあるんですよ。へー。僕もこの正月休み別にその美容室とかも行かないでて、はい、でもうあ結構白が増えてきたからもうこのままで行こうと思って。なんならほらおぎやはぎのおぎとかももうそうしてるじゃん。あ、はいはいはい、そうですね。そうそう、だからもうそうしようと思ったら美容師さんがまだ早いっつって、まだ早い、もうちょっと白髪が増えてからの方がっつって。うーん、うちの小中学校の同級生も吉川浩司さんみたいになるだろうっつって
もう染めるのやめたんだけど、はい、井筒監督みたいになりましたね。そうですね、まあだから思うようには、そうなんですよ、やっぱ吉川晃司さんは吉川晃司がかっこいいのよ。そうですね、もうその人ですもんね。そうなのよ、そうなのよね。でもやっぱ一回淡い期待を抱くんですね。そうです、吉川晃司さんみたいになるんじゃねえかなとは思います。はい、では続いて、はい、朝霞市のレバニラニラレバ53歳、若かりし頃によく思っていたのが、友人や彼女の家に遊びに行って帰る時にドアが閉まった途端にガチャッと内鍵まで即座にかけられた時にはあまり歓迎されていなかったのかなと残念な気持ちになっていました。わかるわ、なんかわかるよね。でも気にします、なんだろう、でもなんかこう余韻もね、こっちもあって、多分出た瞬間にすぐ打ち鍵かけられたら、ああなんか帰ってほしかったかなみたいな。ああでもあんま思わないかもしれないです。思わないですか。女の子の家とかに行くから、基本的にはその、あの早く閉めておいてほしいって思っちゃいます。セキュリティのために、セキュリティのために。だからもうそうじゃないです、でも考えてください自分で。彼氏がいたとして、彼氏の部屋出た瞬間に、はい、じゃあまたねっつって扉閉まった瞬間にカチャッとかけられて、その直前までキャイキャイしてるのに。なるほど。ガチャガチャチェーンもチェーンもかけた。宅配便の人とかって嫌なんですかね、うん、私もう本当に超早く閉めるんですよ。宅配便の方たちはもうそれが仕事だから何にも思わないです多分。逆にカチャって聞こえない方が、あれこの家セキュリティ大丈夫かって思うんじゃない。あ多分大概の家が多分閉めるだろうし、開ける時もカチャって言ってなるだろうしね。宅配の人もそっとカチャってやります。すごい、気遣って、はい、でもなんかその私前の家がエレベーターの結構隣ぐらいの、うん、あの部屋だったんですよ、はいはいはい、だからその静まるのが遅いんですよね、エレベーター待ってるから。あエレベーターから遠いお部屋だとその角とか曲がってくれたらカチャって言わないじゃないですか、うん、なんですけど、前の家は本当エレベーターの前ぐらいのとこだったんで、エレベーター待ちのところでお待ってると、もうちょっと私も痺れてきてしまうので。でも逆も怖いよね、だってそのエレベーターホールがすぐだとした時にさ、はい、いてちょっと立ってからカチャって聞こえたら、あれ今俺ずっと覗かれてたのかなって思うもん ね、 そうですね。なんか覗き窓からこっち見られてたのかなみたいな。あでもなんかあれですね、人によってですけど、うん、あのエレベーターまで送ってくれる子とかいます。ああ家遊びた時に、そうだからエレベーターでバイバイみたいなのもいます。いやでもすごい今考えて、家遊び行った時って言ったらそんなに家遊びってないなと思って、自分が。あついこの間ただの武井ドンケバビーの家行ったぐらい。ああの帰る時家族で外まで送りに来てくれたけど、車のところに赤ちゃんも抱っこしながら。でも全然私は気にしないですけど、気にする人でも多いそうですね、今の話聞いてると。いやなんか余韻に浸りたいんじゃない、そのやっぱ楽しかった空気を。すぐカチャってされちゃうとなんか寂しいなはあるかな。まあだから余韻だったら多分エレベーターまで送るのが一番多分私は、まあいいよね、いいと思います。確かに確かに、はい、そうだね、うん、うん。で閉まってもうバイバイだもんね。そうです、そうです。そんなにだってね、遠くもないだろうし、その回で終了だから。そうですね、下までは降りないじゃないですか基本的には、うん。それこそ日村さんち遊び行った時も、ひむけんなんてもうベロベロに酔っぱりながら外まで送りに来てくれるもん。ええー、優しい。そう、変なあの風船とか持たされるから、ね、いらないよそんなのって言ってんのに、あのハロウィンの風船持たされるから、うん、だいたいね小杉と俺が最後に帰るんで。なるほど。今まだ大丈夫ですか。はい、じゃあ墨田区の、シュリーメイさん、うん、ヒールを履いた彼女がデコボコ道をけなげに歩きにくそうについてきているのに気づかず早足で歩いているパートナーを見ると残念な気持ちになります。ああ、男性カップルを見たときね。はいはいはい。はいはいはい。なるほど。そっか。女性は靴ね。確かに。マジで私ヒール履かないんで。まあヒールを履くと190ぐらいになるでしょう。すごい私大きいじゃないですか。え？え？違う。でも170ぐらいは。同じぐらいですよね。でも170は絶対超えますね。170、そうだよね。え、165です。ヒールって、よくわかんないけど、その、普通のヒールってどれぐらいなの？
めちゃくちゃ高いやつ。OL さんとかが多分普段使いしてんのって多分3センチから5センチぐらいで。あ、3センチなんだ。で、ちょっと高い、なんか、かっこいい系の人だと多分7センチとかです。7がでも私はマックスですね、履けるの。10とかもあんの？あります、あります。あるの？それこそ、キャバクラのお姉さんとかが履きそうなやつとかは、なんかちょっとゴージャスみたいな。10とか全然あります。あります、あります。なので、差がしんどいんですよ。その、上、厚底の方が楽。もちろんもちろん。だって要はこう前傾になるというか、あれでしょ、つま先がギュッとなるからでしょ、つま先に全体重が乗ってるってことなんで、すごい疲れるんですけど。だから外反母趾とかもそういうことでしょ。そうです、そうです、そうです。前にこうやるからでしょ。体重をね、乗せないといけないから、そりゃ強くなりますもんね。そりゃそうですよね。そうなんですよ、ね。だから男性はやっぱほら、履かないから分かんないもんね。分かんないと思いますね。でもなんかデートで、ちょっとこういうデコボコ道とか山の方とか、要はなんかピクニック、キャンプに行こうよって言ってんのに、そういう靴履いてくるのは困りますよね。まあそれは TPO と言いますか。ね。だからそのディズニー。でもやっぱちょっと綺麗に見せたいとかあるんじゃないの？ヒールがある方が足が綺麗に見えるの？見えます見えます。そうなの？めちゃめちゃ全然違いますよ。なんで？多分ですけど。長く見えるってこと？長くも見えますし、体重が、筋肉の多分見え方が違うんだと思います。つま先に乗るのと。え、俺たちって女性の筋肉見てんの？筋肉じゃないですかね。だって足全然違いますもん。私も単純に縦が伸びるから細く見えるってことじゃなくて、錯覚的な。足首って普段はこうあるとするじゃないですか。でも前にこう ラジオでこうあるけど、まあまあまあ普通にね、ペットボトルのあれがあると思うじゃないですか。それがちょっと斜めに傾くから、よりなんか前の、なんて言えばいいんだろう、履いてみたら分かります、綺麗に見えるんで。何回かはもちろん履いたことあるんですよ、職業的に。え、でも綺麗に見えません？そうですね、私たちはでも綺麗に見せようと思ってないです。笑ってもらおうと思って履いてたんで。失礼いたしました。、うん、はい、ということでじゃあここで曲いきましょう。土田リクエストの曲です。桜坂46でいくつの頃に戻りたいのか。ずっとソファに寝そべって、スマホ見てる、非生産的日常を。あんたを見てると腹が立つ、一瞬殺意さえ浮かぶ。悩み一つないなんて世の中舐めてるんだろう。夕暮れのグランドで一人、ピッチャーゴロに全力で走ってたあの日。間に合う間に合わないは生きる答えじゃなく、僕の命せず何に挫折したんだろう。目指した夢がなんだか思い出せなくなった。配達アンドへ組んでる現状維持でいいんだ。明日に期待しなきゃ傷つくこともないさ。ラフラなグランドの風がどこを走る列車の汽笛を運んで、行き先がどこかなんて今はどうでもいい。まっすぐなりずれ本当にあの頃そんな楽しかったか。きっと特別楽しくはなかっただろう。思い出の日々は普通だ。目に浮かぶ君は幻想、美しく見えるだけさ。テレビ日曜のへそ。石原さとみです。ラジオを聞きながらスマホを見ているそこのあなた、ドコモのイルモなら
スマホの使い方に合ったプランが選べるからみんなにお得。スマホ代落とせるかもよ。イルモ月々3ギガ税込み880円。プランに迷ったらお近くのドコモショップへ。ここで日本放送ニュースです。内田アナウンサーお願いします。はい、お伝えします。気象庁によりますと、東京都心で午前10時15分ごろ気温が 25.5 度に達し、1876年に統計を開始して以来、都心での3月の最高気温を更新しました。これまでの最高は2013年の 25.3 度です。また横浜でも午前10時53分ごろ気温が25度を超え、今年初めての夏日となりました。このほか千葉県茂原市や群馬県高崎市、山梨県甲府市などでも夏日となりました。小林製薬の紅麹を使ったサプリメントをめぐる健康被害問題で、厚生労働省と和歌山県は今日、食品衛生法に基づき和歌山県紀の川市にある子会社の工場を立ち入り検査しています。紀の川市の工場は昨日立ち入り検査が行われた大阪市にある小林製薬の原料製造工場の移転先で、製造ラインなどを調べています。県によりますと、子会社のメイタン本舗が今年1月から製造を担っていました。小林製薬はおとといの記者会見で、健康被害の原因として青カビ由来の天然化合物プベルル酸が影響した可能性があると説明しています。イスラエル北部にあるアラブ系市民の町デールハンナで30日、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの地上侵攻に抗議するデモがありました。多くの市民が参加し、パレスチナの旗や戦争をやめろと書かれた横断幕を掲げて行進しました。以上、ニュースをお伝えしました。ありがとうございました。続いて日本放送天気予報です。今日の関東地方の天気は晴れのち曇り。日本放送のある有楽町も心地の良い青空が広がっています。関東地方は日差しで気温がぐんぐん上がっています。東京都心と横浜市では気温が25度に達し、今年初の夏日となりました。この後もおおむね晴れますが、黄砂の飛来に注意が必要です。最高気温は25度から27度くらいのところが多く、汗ばむほどの陽気でしょう。まだ体が暑さに慣れていない時期です。こまめな水分補給を心がけてください。以上、日本放送天気予報でした。時刻は12時53分、日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの山口久美子さん、お願いします。はい、首都高速道路は6号線の下りが事故のため渋滞しています。6号線の下りは箱崎ジャンクションで事故のため、江戸橋ジャンクションを過ぎて都心環状線の外回りの神田橋まで渋滞しています。この影響で6号線の上りは箱崎ジャンクションで2キロ渋滞しています。高速道路は東名高速道路の下りが神奈川県の大和トンネル付近で断続的に8キロ渋滞しています。一般道路は神奈川県の国道357号線の八景島方面に向かう下りが、横浜市磯子区合田橋で事故のため2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの山口でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は1時15分ごろお伝えします。石原さとみです。あなた今落とし物しませんでした？え？してない？なんで落としてないんですか？せっかく落とせるチャンスなのに。スマホ代落とせるかも。ドコモのイルモ 0.5 ギガなら月々税込550円。プランに迷ったらお近くのドコモショップへ。土田照之日曜のへそ。さあ、ふつおたメール来ておりますよ。はい、大和市の52歳にゃんこぴーさん、うん、今年53歳になるおばさんですが、ピラティスやりたいです。はい、わあ、ぜひ。安いところとか探しているんですけど、結構高いので悩み中です。ピラティスの話もっとしてほしいです。嬉しい。ちょっと二人気味になってしまい痩せたいですって。こうやって、あ、でも私は健康をのために投資してるって思ってるんですよ。あ、高い安いじゃないと。
そうなんです。だから私はその暖房をつけたりとかもちろん防寒もしますけど、はい、その風邪をひくと余計に、うん、体調が崩れると余計に多分お金がかかるなっていうイメージがあるんですね、はい、だからその前に予防としてと言いますか、自分を整えておこうっていう意識でピラティスをやってます。風邪予防も込みでピラティスなんですね。風邪予防というか体を強くしておいた方が、あ、免疫力を上げるみたいな。免疫力というか、まあ、体の使い方が分かってる方が楽じゃないですか。うん、まあまあまあ。だからこれからもっとどんどん年取っていくとね、それこそいろいろこう腰が痛えだ、膝が痛えだ出てくるから、そういうのとかにもね、要は体の正しい使い方が分かるというのはいいかもしれないですもんね。そうなんで、体の正しい使い方が分かるようになってくると、日常生活に落とし込めるじゃないですか。はい。で、日常生活に落とし込まないと意味がないんですよ。はい。その1週間の中の1時間なんですよ。でも人間ってそれ以上に、それ何倍も何十倍も、生きてるわけじゃないですか。そうですね。だ1時間トレーニングしただけじゃ変わんないんですよ。にゃんこピーのせいだからな止まらないぞピラティスの話でも本当におすすめなんですって体の使い方が、まあ、いや分かります分かります、はい、じゃあちょっと続いてのメールですけど、はい、渋谷区の36歳ダンケさん、定期的に運動したいと思ってるんですが、僕は高校生から慢性的な腰痛を抱えており、うん、筋トレやジョギングなどのやりすぎは良くないと思っています、はい、ピラティスはそんなことはないのでしょうか。ピラティスやりすぎほど通える財力はないですね。そうなんだ。お金がやっぱかかるんですね。でも、だいたい1回行ったら1時間でしょ ?1 時間ぐらいですね。いやもう、これ以上無理って思いますよね。無理ですね。だから本当地味な動きだけどしんどいことをやるみたいな感じですよね。そうなんですよ。イメージ。で本当気づきがあるんですよ。あ、こんなに背骨って伸びるんだとか、なんか自分の思ってる以上に胸張らなきゃいけないんだとか、いろいろ考えてウォーキングとかすると、てか正しい姿勢でウォーキングしてないから腰が痛くなっちゃうんで、そう、それはわかる。俺もそれはわかる。それを正しい位置に戻してからウォーキングすると、より代謝も上がるし、そうだから効率的なんですよ。要は腰に負担かけちゃってんだよね。多分今姿勢が良くなくて。そうなんです。だから本当ね、思った以上に胸張るんですよ。だからピラティス通ってから春日見たら何とも思わないですもんね。春日なんて普通だもんね。そうなんですよね。ピラティス業界から言えばね。だから多分自分的にはすっごい胸張ってるんですけど、はい。多分人から見たらそうでもないんですよね。あ、ちゃんとした正しい姿勢は。そうなんです。本来の。って思ってます。なるほど。私は。ちょっとね、皆さん。この番組の人、みんなでじゃあね、春からピラティス始めましょうかね。ちょっと、僕もそうなんですよ。やっぱ月謝の方がね、お月謝がちょっとお高いなと思ってたんで。お月謝がね、ちょっとね。そうなんですよ。そこだけちょっと気になってたんですけどもね。結構ね、そうなんです。はい、しかもなんか結構やっぱ最近ね、値上げとかもよくありますもんね。さあ、じゃあこの後は懐かしい曲を流したいでございます。全然皆さんやった方がいいと思いますけどね。あなたとハッピー柿穴忠史です。那須恵理子です。明日は経済アナリスト森永卓郎さんと数量政策学者高橋陽一さん、ダブルコメンテーターです。さらに料理愛好家平野レミさんが生出演。手軽に作れるレシピを伺います。ハッピーは明日の朝8時スタートです。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 出張買取はカメラの北村、高価買取キャンペーン中。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。日曜のお昼、まったりゆるーく生放送でお送りしています。 FM93AM1242 土田てるゆき日曜のへそ。さあ、時刻は午後1時を回りました。改めまして土田てるゆきです。1枚です。 FM93AM1242 東京有楽町の日本放送からお届けしています。はい、こんなメール来ております。はい、徳川家英さんから。はい、宅配の仕事をしていますが、言葉を選ばずに言えば鍵を早く閉められても本当にどうでもいいです。在宅しているか不在か
の世界なんで、荷物を渡した後は何にも気にしません。現場からは以上ですって声が、ね、あでも本当にあれですね、現場の声ですね、現場の声ですね。かと思ったら中野区の24歳味噌汁大臣からも来ていて、はい、ドアを閉めて鍵をかける音の件ですが、自分は配達員をしています。この件は配達員あるあるで、すぐガチャって閉められると少し嫌な気持ちになります。もしよろしければ優しく鍵をかけてかけるか、少ししてからかけてくださいって気持ちです。玄関で配達物を渡して、はいありがとうガチャって感じだと、なんかとても悲しくなります。あの音が良くないと思います。そうか、音の問題か。なんか鍵のあのカチャッと音を変える、トステムさんとかですか、あれは作ってる場所は。でも私そう考えたら、うん、置き配しかしてないですね。なるほど、そのなんかこうウーバー的なやつとかも、はい、うちはもう俺が出ねえからなほらいっぱいいるんでそうですね、お家に誰かが出るんですよ。今日もだって朝支度してる時もピンポーンって来たところ、トイレ行って、いやもうみんな寝てんだろうと思ったけど、長男がはいっつって眠そうに受け取り行ったりしてたから。そうなんですよ、だからまあガチャって閉める瞬間が友達来た時ぐらいしかないですね、やっぱり。確かに俺もだからほんとごく稀に宅配便の方が来た時に開ける時ぐらいかな。でもその時はあんま意識しないで閉めてるかな鍵。なんかそうなんですよね、大きい荷物が来たとしても、うん、絶対に置き配です。だから自分ですんごい腰痛いなと思いながら家の中入れます。そっか、思いやすいよね、はい。まあ、そうね、女性の一人暮らしはそうかもしれないね。そうですね、ちょっと怖い部分はあったりするので、だから鍵もちょっとゆっくりかけるとかね、 あんま音しないようにね。あ、なんかガチャじゃなくて、ガチャじゃなくカチャッみたいな、ね、っていう、うん、がいいのかも。なんかあれですよね、そうそう、気遣いがあった方 が嬉しいですね。確かにね、双方に。さあということで、じゃあ続いては音楽で懐かしい気分になってもらうこちらのコーナーです。この曲確かに書けないわ、絶妙なチョイス。あー懐かしいですね。あなたの青春時代、青春時代を彩った懐かしい曲をプレイバック、プレイバック、懐かしい曲を流したい、流したい、流したい。さあ、今週はですね、先週に引き続き旅先で聴きたくなる懐かしい曲ですね、はい。やっぱテンションが上がるんですかね、旅先だと。これは私は上がりますね。これ車乗ってるイメージなんですけども、はい、群馬県26歳コパンダちゃんからいただきました。私が旅先で聴きたい懐かしい曲は、綾香かける小袋のワインディングロードです。小学生の頃工作でオルゴールを作った際に選んだ懐かしい曲です。今この年になって歌詞をちゃんと聞くとめっちゃ背中を押してくれるし、無性にドライブしたくなるので旅にはぴったりなのではと思いリクエストしました、ということで、うん、綾香小袋でワインディングロード。曲がりくれた道の先に待っているいくつもの小さな光、歌いたくなるんですよ。いや、わかるわかる、めちゃくちゃ歌いたくなるけど、俺カラオケでこれ歌ってる人いたらちょっと嫌だなと思ってでも軽音部の子とか絶対歌います。あ、そう、軽音部とか、そう、何カップル2人で歌ってるとか、恋人同士はとか、はい、3人で行って女子1人男子2人でなって歌うのはいいけど、結構大人数で行ってこれをなんか歌ってるんです。いやあ、そう、一人急にサングラスし始めたりしてる、ね、そうですね、そうですね、してましたね、時代が時代なのに。うちの相方背ちっちゃくて可愛い顔しましたし そうです、まあそうですね、確かに歌うまい人はそれ披露したいですもんね。そうなんですよ、だからハモりたがりの男の子とかはいるいる。あとハモってもらったら気持ちいいのもあるしね。そうなんですよ、うん、聞こえます。そうなんですよ、そう、うまく聞こえるんですよね、本当に。なんな、当たり前なんですけど、だってうまくないとハモれないですから。そうなんですよインスタントジョンソンの杉と俺が歌う夏の終わりのハーモニーもそうですからねよく上島さんが酔っ払うとおいちょっとお前土田と杉あれ歌ってくれよってね、歌ってましたね。そうです、次がハモってくれてるんですよ。あれハモってるかどうかよくわかんないけどね綾香小袋でワインディングローズでした。はい、じゃあ続いて昭和でございます。
これもテンション上がる曲ですね、旅先で。世田谷区の57歳、踊れないパパイヤから来ております。リクエストする曲は、チャゲさん、石川優子さんの二人のアイランドです。あー、はい。この曲、新婚旅行で行った常夏の国ハワイで聴きたいですよね。歌詞に出てくるココナッツ。ジュースを飲んだことありますが、実は食べたことはないんですよね。土屋さん、新宿さん、食べたことありますかってこと。あります。俺も、なんか、食べたかどうかわかんないですけど。じゃあ、聞いてください。はい、石川優子さんとチャゲで、二人のアイランド。これもね、カラオケでよく歌ってました、昔。何年の曲ですか ?1984 年です。何年だった ?40 年。僕、小学校6年生かな。これこそだからこう若い頃にカラオケとかに行った時、女の子とかというとデュエットソング的な感じで。昔ってデュエットソングめちゃくちゃありませんでした？めちゃくちゃ多いです。演歌的な曲もそうだしね。来ますよ。あ、もうすごいでしょ、チャゲさんの張り切りが。あ、そうなんですね。そうです。やっぱチャゲアンダスカの時はここまでの感じ。あー、いや、1個あげてるんですか。もうこれはもういいとこで、これも CM ソングですよね。へぇ、多分そう、なんか旅行会社 JAL だから、やっぱこう夏のね、これ MV なんすか。そうね、チャゲさんがまだ帽子とサングラスをする前ですよね。いやー、さあ、ということでね、はい、石川優子とチャゲで二人のアイランドでした。続きましては、岡山県山本正斉藤さんからです。僕が旅先で聴きたくなる曲はポルノグラフィティのミュージックアワーです。おお、いいですよね。わかる。しかもこういう時期の旅行にぴったりじゃないですか。確かに、海沿い走りながら聴きたい。いいですよね。ドライブしながら聴くと一番テンションが上がる曲です。ということで、ポルノグラフィティでミュージックアワー。 Hello! This is ポルノグラフィティミュージックアワー Love Up Station. Stay tuned. うわー、テンション上がる。車に乗ってラジオを聴きながらみたいなね。うん、2000年ですって。24年前ですよ。2000年か。これもカラオケで歌われがちじゃないですか。そうですね。そうですね。アポロとかね。そうですね。カラオケ行きたくなりますよね。どうしようかな。海の方までドライブしに行こうかな。2時に終わるから一人で。日曜混んでないですかね。混んでないんじゃない。そのなんかほら観光地行かなきゃ。ああ。うわあ。まだ3人の時か。そうなんですね。はい。なんかテンション上がりますね。いや、上がりますよ。期待ですね。やっぱ2人のグラブとかもそうだけど、やっぱ太陽な感じですね。そうですね、うん、まあ、時期的にもあるかもしれないですよね。ポルノグラフィティで、ミュージックアワーでした。さあ、じゃあ一方昭和はですね、ちょっとしっとりした、旅先で聴く曲ということで、藤沢市の湘南ピッピ48歳から来ております、チューリップさんで心の旅です。これは1973年リリース曲で、吉田栄作さんも後にカバーしていましたよねってことで、いろんな人にカバーされてる名曲ですということで、じゃあ聴いてください。チューリップで心の旅。世代的にいろんなので多分使われてました。確かにテレビとかでドラマとかでも吉田栄作さんも、うん、吉田栄作さんもカバーでね。旅立つ僕の心、俺1歳だもんね。知っていた財産ですもんね。チューリップ
フォークが流行ってる時代、ね、そうですね、フォークの流れですね。髪の毛長いし、ギターでバンドで、いい曲だわな、これ。もしも許されるなら、そうです。さあ、ということでチューリップで心の旅でした。はい、私最後の曲はもうここに行くときに聴きたいと思います。はい、平塚市51歳天使のチコツさんです。私が懐かしく思う旅先で聴きたくなる曲は、大阪で聴きたくなる曲です。うん、ドリームズカムトゥルーで大阪ラバーをリクエストいたします。歌詞に大阪の名所が出てきたり、吉田美和さんのエセ関西弁の歌詞が可愛らしくてたまりません、ということでドリームズカムトゥルーで大阪ラバー。出身の人好きなんだよね。めっちゃ好きですよね。まさにこの間番組でこの曲やったの、はい、関西出身の人はこの歌いい。関西出身の男性めっちゃこの曲好きじゃないですか。でしかも関西の人以外の人に歌ってほしいんだって。そうなんだ、うん、へえ。なんでだろう。平成はかっこいいな。なんで地名入ってます。やっぱ昭和の方は襟裳岬とかさあでもいい曲いっぱいあったんですよ。公園の太陽の動画そんなに見たくないですけどね。私生で見たことあったかな。あそこショッピングモールみたいなできたんじゃないですか。あ、そうなんでしたっけ。阿部のハルカスみたいなとこですか。いや違うか、東の方、東じゃない、北の方多分。大阪の土地感が本当に分かんなくて、南の方に行くと町です、新大阪からだと。だ反対側の方、上の方、上の方なんだ、うん、ということでドリームズカムトゥルーで大阪ラバーでした。はい、じゃあ続いてはですね、これ複数人から来ております。ラジオネーム梅干し小僧さんとかですね、はい、アップリケさん、あとはストリッパーの子守唄などから来ております、海援隊で思えば遠くへ来たもんだをリクエストします。旅行で石垣島、宮古島、や北海道の礼文島を訪れたことがありますが、はい、そんな時海を眺めながら、そうか島に行くでしょ、船乗ってんのかな、眺めながら思わずこの口歌を口ずさんでしまいましたってことでね。確かに行ってしまうかもしれませんね。海援隊で思えば遠くへ来たもんだ。聞いたことあるかな。1980年の曲です。はい、でこれ映画で思えば遠くへ来たもんだっていう映画があって、そのテーマ曲ですって。ヒロインの阿部静江さん、とても綺麗でしたって書いてありますね、ストリッパーの子守唄。ただ揺らして貨物列車が、武田鉄矢さんすげえな、すごいですよね。ね、そして夕日に消えてゆく。これ MV ですか。ミュージックビデオがあったんですかね、1980年。ミュージックビデオっていつからなんですかね。冷たいレールに耳を当て、あーはー、え、マイケル・ジャクソンのスリラーじゃなくて。あー、あれスリラー。マイケルで有名になった。旅路を夢見てた、思えば遠くへ来たもんだ、ふるさとを離れて。ちょっと今ミュージックビデオなのか分かんないですけど、見てるんですけど意味分かんないですね。武田鉄矢さんが赤いジャージと白い、白い道着ですか、ね、
北下さんとこ来てなんか説教されてるんですかね、よくわかんないですけどさあということで開演隊で思えば遠くへ来たもんだです。はい、ということでこのコーナーではあなたが思わず懐かしいと叫んじゃうような曲を募集しています、はい、テンションが上がる理由や思い出などを書いてどんどん送ってきてください。さあということで来週ですけれども、来週はもう一回やっぱ僕自身のテンションを上げたいということで、あと他の番組で絶対被らないであろう冬の曲をね募集したいと思います、はい、多分結構あったかいと思いますけども、結構あったかいと思いますけど、もう一回冬を思い出させてくれる冬といえばこの曲だよねをリクエストしてください。お待ちしてます。FM93 AM1242 土田てるゆき日曜のへそ、番組ではあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスはへそアットマーク 1242.com、 へそアットマーク 1242.com、 あなたからのメールお待ちしています。ママパパの好きなところ、注文の時長い料理名そのまま読み上げるところ、いただきますの時毎回手を合わせるところ、ひーくんのためにアニメを予習するところ、おいしいお菓子最後の一個を残してくれるところ、お買い物頼むと絶対何か買い忘れるけどうちのミノンだけは切らさないところ、じゃあ出かける間際に忘れ物ないって1分おきに聞くところ、そんなに言ってる？言ってる。君の好きなところ、そういう些細なところによく気づいちゃうところ、気づく人の優しい選択、肌と優しさの間にミノンボディケアシリーズ。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999、 出張買い取りはカメラの北村。時刻は1時17分、日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの小市博美さん、お願いします。はい、首都高速道路は6号線の下りが箱崎ジャンクションで事故のため、都心環状線の内回りは宝町まで、外回りは竹橋ジャンクションまでの渋滞です。この事故の影響で6号線の上りは箱崎ジャンクションで3キロ、7号線の上りは両国ジャンクションで2キロの渋滞です。神奈川県の国道357号線の八景島方面へ向かう下りは、横浜市磯子区ゴード橋で事故のため2キロの渋滞です。高速道路は東名高速道路の上りが綾瀬スマートインター付近で1キロ、下りが大和トンネルで2キロの渋滞、東京外環道の外回りは和光インターで1キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの小市でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は1時55分ごろお伝えします。仕事とはジョブである、一方でワークでもある、そして時にタスクにもなりうる。だから仕事は面白い。ホットスタッフならあなたにぴったりのジョブかワークかタスクがきっと見つかる。あなたに近い派遣会社ホットスタッフ、石原さとみです。ラジオを聞きながらスマホを見ているそこのあなた、ドコモのイルモならスマホの使い方に合ったプランが選べるからみんなにお得。スマホ代落とせるかもよ。イルモ月々3ギガ税込880円、プランに迷ったらお近くのドコモショップへ。松本明子です。高田先生ビバリーヒルズに お見送り芸人しんいちさん登場。好きと言いながら本当は好きじゃないものを言う嘘つき芸人だろ。お見送り芸人しんいち、もうエイプリルフールにはぴったりなキャスティングな。お見送り芸人しんいちさん登場のラジオビバリーヒルズは明日月曜お昼11時半から。 FM93 AM1242 土田てるゆき日曜のへそ、パートナーはこの方、新内舞がお送りしています。さあ今週のメールテーマは残念ですです。はい、行きましょう。兵庫県の29歳ピーマンの箱詰め、私の友達でイケメンなのにめちゃくちゃ歌が下手な子がいます。悲しい。いや、いるんだよな。カラオケで毎回70点でいいじゃん、70点しか取れず、こいつイケメンなのに残念だなと思います。これ逆もしかりなのよ。何ですか？いや、スタッフの人で、はい、昔よくその飲んでる仲間で一人いて、はい、
もう今やめちゃったのかな、結婚されて。その女の子なんだけど、歌すっごい下手なんだけど、歌大好きなのよ。あ、カラオケすごい行きたがるんだけど、みんなで、いや、でもあれじゃないっつって。そう。音痴な人って、ね、もちろん分からない、分かってないわけじゃない。はい。大変ですよね。どこまでがですか、うん、その音痴、そのちゃんとやっぱ歌手の人とかってすごい苦情じゃないですか、はいはい、その音程全部取れるしね、はい、まあまあ素人もある程度ずれるかもしれんけど、でももう音程とかテンポとかももう、え、今日曲聴いて歌ってるってこういるじゃない、本当の音痴。そのあんま出会ったことない。本当そういうことやっぱ歌わないかもしれない。だからその子は S さんって子なんだけど、はい、多分天真爛漫に育ったんでしょうね、うん、歌大好きなんですけど、本当にこうテンポも違うしメロディーも違うしで、おでもなんか誰も言えない感じというか、やっぱいじれない感じもあるし。でも合唱コンクールとかってどうしてたんですかね。どうしてたんだろうね。なんかその合唱コンクールですごい音外れてるっていうイメージがないんですよ、私。自分もやってたんですけど。確かに確かにないわ。歌ってる振りとかできますかね。まあそうだね。そういうことなのかね。へー。いや、うちのね、相方だったやつが音痴だったのよ。へー。で、その若手の時にモノマネ王座のスタッフが若手お笑いのやつやったのよ、はい、その時にうちの相方が久保田としのぶさんが大好きで、はい、久保田さんってすごい歌唱力じゃない。すごいですね。で、うちの相方大ファンですごい歌うんだけど、音痴だから音程ずれるわけ、うん、これを逆手にとって、で、うちの相方が両サイド刈り上げて、はい、で、こう久保田さんみたいな髪型で衣装で、で、当時そのナオミ・キャンベルさんと、あ、ラララブソングか、で、はいはい、俺がナオミ・キャンベルさんよ、はい、で、扉から登場してナオミよっていうで登場だったんだけど、その時リハとかめちゃくちゃ受けて、格好は久保田利伸なのに、はい、すごい歌下手だから、はい、ほんなやっぱ本番弱いのね。本番ちょっと音程合ってきちゃってて、あ、こいつ何なんだよと思って、ちょっと上手になってんじゃんと思って。あ、でもカラオケで久保田さん上手に歌われたら私めっちゃいいかもしれないです。いやいや、あんな歌えないですよ。久保田利伸さんをうまく歌うなんてなかなかですからね。でもなんか聞かれませんか、そういうなんか企画とかで、ね、何歌ったら女子喜ぶのみたいな。ああ、なんかね、いつも迷ってたんですけど、うん、久保田利伸さんかもしれないです。あ、ミシング、あ、ミシング、今の若い子わかる、ミシング。じゃあ続いて、平塚市のカモミール、はい、学生時代サークルの先輩に誘われて何度か食事に行きました、はい、イケメンで性格が良くて素敵な人でしたが、前歯が致命傷でした。なんでですか。笑うと虫歯で穴が開いた前歯が光り目立ちました。ほうほう。何度か会う前に先輩の顔ではなく穴の開いた虫歯ばかりに目が行く自分に気づき、会うのをやめました。あ、歯だけが残念でしたって。治療、前歯に穴開いてるってことですもんね。まあそうですね。うん、だまあ気にしない人もいるから、多分価値観の問題だとは思うんですけども、まあね、確かに確かに確かに歯は私はすごい大事だと思っちゃうんで。そうね、だって歯並び綺麗な人綺麗なと思うもんね。思いますね。うん、ちょっと待ってください。それ、何の動画を見てるんですか。これ、モノマネ、俺が昔ですとモノマネの。そうですね、あの、ナオミキャンベルないかなと思ったら。俺がスケキオやってるんですね。犬神家のスケキオを、ただただ顔をこう黄色く塗ってやるっていう。ごめんなさい、ちょっと、釘付けちゃって。すいません。もうチラッと横見たらもう、何の動画を見てるって。すいません。じゃあ続いて。はい、横浜市の20代、カオリンさん。うん、僕が嫌と思ったのは、女子友達の何気ない発言です。何ですか。中学の卒業以来久しぶりに会った男子と女子の友達と遊んでいるとき、はい、男子の友達が付き合うなら俺とカオリンどっちがいいと聞きました。女子の友達はまだカオリンがいいと答えましたが、まだという言葉が地味に心に刺さりました。嬉しさどころか渋々選ばれ結構ショックでした。あ、しかし家に帰って考えた結果、友達として遊んでるだけで十分であると自分なりに結論付けました、うんうん、まあね、うん、ただあの時の質問には付き合うならクロちゃんとアンジャッシュ渡部どっちがいいのような激ムズの質問だったのでしょうかっていう。なんか
そうやって傷つくんであればうかつに聞かない方がいいんじゃないですか。でもほらカオリンが聞いたわけじゃないからね。あ、友達が俺とカオリンどっちがいいっつって、カオリンはだから被害者ですよ。 なんで急に俺二択の一個に入ってんのみたいな。ほな、え、まだカオリンがいいかなって、まだってみたいな。あ、難しいっすよね。そうですね。だからこれも捉えようですもんね。そうなんですよ。だって二択で勝ったわけだから。そうなんですよ。どっちかっていうと、うん、全然いいですけどね。だからそういう時って何が正解なんですかね。でもじゃあどっちもない。ああ、どっちもないか。うん、友達だからねつって。ああ、一番いい。そうですかね。もうわかんないです。俺こういうドキドキワクワク感をもうとうの昔に忘れてるんで、もう50も過ぎてますし。いや、むずいっすよね。むずいっすね。はい。じゃ続いて。世田谷区の57歳、踊れないパパイヤ。私は30歳になった頃、花粉症になりました。おう。しかも、メロンアレルギーにもなってしまったんです。それまでは大好きなメロンが食べられていたのに、花粉症が発症したと同時に、メロンを食べると口の中が痒いです。あ、その後、桃やサクランボもアレルギーが発覚。あ、ラジオネームのパパイヤもダメかもしれません。大好きなフルーツが食べられず、ほんと残念ですっていう踊れないパパイヤから来ておりますけど。そうですね。これはでも確かにそのアレルギー問題ありますよね。ありますね。あの、食べれてたのに食べれなくなっちゃうってめちゃめちゃしんどいじゃないですか。しんどいです。しかも好きならなおさら。バナナマンの設楽統がそうなんですよね。そうなんですか？あいつ、甲殻類。エビとカニダメなんですよ。でも元々好きなんですよ。急になったじゃない？でもおさむはあの子供の頃から花粉症だったんだって。だから俺らの時って花粉症ってあんま聞いたことなかったんで、子供の頃。はい、だから花粉症だったんだと思いながら。アレルギーか、本当花粉症だけしかないの。花粉症だけ？はい、ああ、でもね、なんかこの間花粉症がないって言ったら、え？ってすごい番組で言われて、そんなにですか？まあでも花粉症の人、でも少ないですね、この番組。少ないですね。半分ぐらいですね。僕に来たら。あ、じゃあ、4人花粉症じゃなく、4人花粉症。あ、だから普通に、パーセンテージそうじゃない。だって2人に1人でしょ、確か。あ、そうなんですね。みんなだと思ってました。8割ぐらい花粉症なのかと思ってました。内田さんに聞いてみよう。あ、内田くん。内田くんはどうなんだろう、ね。うちのマネージャーは花粉症ですよ。あ、花粉症。あ、じゃあ内田くんが、5、4? 花粉症じゃなければ、まあ、もう半々ですね。どうなんだろう、内田くんは。今来そうですよね、多分この放送を聞いてて。でもなんか競馬の予想してるかもしれないし。放送ないのに競馬の予想だけはしっかり、まあ、じゃあ後で聞きましょうかね。後で聞きましょう、はい、で続いて愛知県の30歳マヌケハニーさん、はい、お風呂の湯船にお湯をためようとボタンを押した後しばらくしてお風呂の栓をし忘れていたことに気づかされた時の残念さは辛すぎます。めっちゃやる。毎回お風呂場で膝から崩れ落ちそうになります。だからもうボタンを押して30分ぐらい経ったから、あれでも、なんか湯が沸きましたが、言わねえなと思って見に行ったら、蓋開いてるってやつでしょ？蓋閉めてないっていうね。めっちゃあるんですか？めっちゃやる。え、朝やるんですか？朝とかはもう入れなくなっちゃいますからね、この時間の。まあ確かに確かに。あ、ちなみに石田君来ましたけど。どっちですか？あ、花粉症です。あ、ってことは、まあ、6、4ですね。そっか。なるが結構多いんですよ、きっと。ね。俺なんか子供生まれた時に、あ、すいません、仕事中に呼んでしまいました。申し訳ないです。なんか、あの、アレルギー検査を子供がするっていうんで一緒にしたんですけど、はい、その当時ですよ、だから25年前ですけど、なんもなかったです。え？信じられなくないですか？信じられないです。へー。お医者さんも言ってました。何一つないですか？何一つないですね、って。最強人類。PM2.5 ってやっぱ痒くなったりします？鼻水とか出たりします？わかんないです。もう PM2.5 なんてそんな細かい微粒子のせいで鼻水が出てるのかどうかもわかんないです。いや、なんか、この間、その韓国行ったんですけど、はい、すごい花粉症がないと思って、うん、すごい。韓国行ってないの？え、なさそうだなって思って行ってたんですけど、勝手に。勝手にイメージか。行ったんですけど、うん、鼻水すごい止まらなくて、うん、でもその日すごい PM2.5 が飛んでる日だったから、それに反応してるのかなって思ったんですけど、だから全然夜とかしんどくて。別に夜しんどいことはないです。夜はすぐ寝ます。なんか花粉症ないなと思って薬とかも持ってってなかったから。だから昨日とかも別に黄砂が飛んでますっ
って言われて、はい、洗濯物とかはとかって言うから、そういうのは気をつけなきゃいけないのかなと思うけど、別にほら体にはよくわからないです。あ、強いんです。強くはないと思います。病弱だと思ってます自分では。アレルギー部門最強の。アレルギー部門は大丈夫です。アレルギー部門、アレルギー部門は大丈夫ですね。そっか。じゃあ続いて、練馬区の55歳、黄昏マーガリン。はい。1980年代の初め、ルービックキューブが爆発的ブームになりました。ほう。おもちゃ屋さんにも在庫がなくなり入手困難、小学生の私は仕方なくスネークキューブという商品を購入しました。うん、このスネークキューブがまあ残念、拳台の塊が棒のように伸びたり蛇のような形に変えられたりするだけで、買って30分で飽きてしまい、つまんないおもちゃでしたっていう。懐かしい、ありましたね。三角形が全部つながってて、うんうん、回せるんですけど、これも佃オリジナルから当時発売されてて、そのルービックキューブっていうのも、うん、その佃オリジナルから出るのがちゃんとしたやつだったんですよね。で、これのやっぱ第2弾というか、その流れでいろいろね、テンビリオンっていうのがあったりとか、スネークキューブがあったりとかで。懐かしい。うちにもありましたよ、白と黒のやつ。うわー、ありましたね。なんかどっかで触った記憶ある。友達ん家かな。ただやっぱキューブっていう言葉に騙されちゃうんですね、やっぱね、あの頃小学生とかだとね。キューブではないかもしれないですね。でもそうなんです、全然そのルービックキューブとは違うもんなんで、うん、ただこのルービックキューブの偽物も山ほど出てましたから当時。だからそう考えたら日本も変わりましたよね、その著作権とかそういう多分権利とか、うん、あの頃本当に偽物とかね、堂々としたもんね。確かにそうかもしれないです。スライムの偽物みたいにいっぱいあ、いっぱいありました。あ、そうなんですね。だってガンプラブームの時も、もうガンダムとは歌ってないですよ。ガンガルっていうのがありましたからね。あー、それってでもギリ OK なんですか？うん、OK なんでしょうね。あと今となっては、ガンガルのプラモデルの方が価値がついてます。あー、逆に？逆に。時が経って。はい。へー。似てないです。色合いだけです。あー。で、ガンダムのそのシャーザクっぽいやつとかいたりとか。はい。あるんですけど、これケロロ軍曹にも出てくるんですか？あ、出てくる。これ、ま、これガンガル、ガンガルです。まあ、まあ似てません。え、似てません？でも色合いはね。じゃあもう、我々から見たら全然違います。ガンダム要素一つもないです。ガンダムあんま知らない人からすると、あ、ガンダムだって思う。違います。これはガンガルです。失礼しました。あんなすねのところにギザギザついてないですから、ガンダム。ガンダム。ガンダムっぽい。いや、もうこんなもん。これガンガルです。じゃあ続いて。はい。大阪府の小生。はい。私が今、あえて残念だと思うのは、サッカーの日本代表です。ほら、アジアカップで敗退、先日のワールドカップの北朝鮮戦は勝ちましたが、なんか消化不良。どうもスッキリしない。うん、海外で活躍する、あれだけのメンバーが集まっているのになんでだろうと、うん、みんないい選手なんだけど、という言葉が頭をよぎります。はい、そうだ、今の代表には、怒鳴りつける選手やピッチ上のカリスマがいない、これが残念です。あ、昔は柱谷哲さんね、柱谷さんって今東証と呼ばれたキャプテンの、はい、もうディフェンスだったんですけど、とにかく声を出して何やってんだって後ろから言う人とか、ラモスさん、ラモスさんももう声を出して、うーん、ふざけんじゃないよって怒ってね、仲間をほぐして、であと中田秀さんね、あ、うん、トゥーリオさん、あ、集まれって言ってたね、ケンタッキーフライドチキンの CM で、トゥーリオさんね。で、長谷部さんがキャプテンね。ああ、長谷部さん。あと、本田さん。本田圭佑さんね。本田圭佑さん。などなど。でね、今はなんかおとなしいですよねって。そこのとこなんかなりませんかね、津屋さんって言うけど、まあ時代でしょうね。まあ、そうですね。そうです。だからこれが日本だけなのか、世界の代表もそういうふうに言われてるのかって知りたいですね。まあでも、声を出した方が、やっぱり、うん、士気は上がりそうな気はしますけど、ね。そう、なんか士気を上げるためとか、悪役になったりとかする人がピッチにいると。素敵。なんかもうあいつごちゃごちゃうっせえから、あいつにまたなんか言われるの嫌だからやらなきゃみたいな。それこそブラジル代表にドゥンガっていうキャプテンがいたんですけど、はい、この人も東証で、ジュビロ磐田の時もまあ怒ってずっと。へぇ。でもその時のジュビロめちゃめちゃ強かったですからね。やっぱ必要なのかもしれないですね。知らないですね。ひょっとしたらね。でももう、それよりもこうレベルが高いことを今やってはいるんですけどね。まあ、他の国も強くなってますしね。はい。うん、じゃあ続いて、うん。横浜市の GSM58 歳。はい。ロッキーは4がピーク。ならランボーは2がピークですかねって。一方でなぜ劇場版、機動警察パトレイバーの4本目は制作されなかったんでしょうか。残念ですっていう。すっごいもうマニアですね。全然呪文にしか聞こえなかった。シュンさんどう思います、やっぱロッキーは4がピークなんじゃないですか。5はやっぱ違います。5はピークじゃない、ちょっと分かんないです。やっぱね、そうなっちゃいますね。ランボーはちょっと分かんないです。怒りのアフガン、まあちょっとちょっと分かんないです。なるほどね。
まあ、僕もやっぱ2がピークだと思いますね。パトレイバー、まあそうですね、パトレイバー劇場版面白いですね。うん、続いて船橋の久保の夫さん29歳、はい、なんと水長剣の霊が、うん、ラオウに指一本で負けてしまったのが残念です。しかも3日後に死ぬという余命宣告まで、霊はケンシロウの友としてずっと最後までいてくれると思っていました。まあね、これはでも新さんもやっぱ思うんじゃないですか。やっぱあのなんと水長剣の霊があんだけ強かったのに、ラオウに襲いかかったら指一本でしたからね、胸のところぐさっと。え、じゃあラオウがやっぱ最強ってことですか。まあそうです、なんかそのラオウがこの人類を支配してたんですけど、へ、そのラオウを倒すのがケンシロウですね。いえばこれ4兄弟、兄弟喧嘩の話なんで、あ、長男がラオウなんですよ、はい、で4番目がケンシロウで、はい、でこの北斗神拳って4兄弟教わるんですけど、はい、一子相伝で一人しか伝承しちゃいけないんですよ。だから伝承されない人は剣を封じられたりするんですよ。レイは何番目なんですか。これレイは北斗じゃないです、なんとなんです。おわ、違う方のなんと水長剣っていうのを伝授された人がレイなんですね。じゃあそのレイとケンシロウは同じ位置ってことですか。そう、敵同士になったのかなと思ったら仲良くなって、あら、で二人ほんとパートナー的な感じで胸熱。そうなんです。で、それでラオウという、もうとにかく化け物がいたんで、ケンシロウの代わりに俺がなんならやったろわい、つって言ったら、うん、指一本で。え、でもそのラオウよりケンシロウが上ってことなんですよね。はい、最終的には。はぁ。貸します、今度。前科。あ、わかりました。買います、前科。CM です。FM93 AM1242 日本放送内田照之日曜のへそ。保険代理店ファスト BPO からお知らせです。持病があったり健康状態に不安があったりと保険に入るのを諦めていた中高年のあなたに紹介したい保険があります。あなたのライフプランに合わせて89歳までの方が加入できる保険です。高血圧や糖尿などの生活習慣病、癌や心臓、脳など三大疾病の経験がある方でもまずはご相談ください。資料請求のお申し込みはフリーダイヤル 0120-720-200 0120-720-200、 保険代理店のファスト BPO までどうぞ。石原さとみです。あなた今落とし物しませんでした。え、してない。なんで落としてないんですか。せっかく落とせるチャンスなのに。スマホ代落とせるかも。ドコモのイルモ 0.5 ギガなら月々税込550円。プランに迷ったらお近くのドコモショップへ。毎週日曜お昼12時から生放送でお届けしています、日本放送土田照之日曜のへそ。本日の日曜のへそは一部のみの2時間の生放送なわけなんですが、はい、番組終了後の午後2時からはショーアップナイタースペシャル巨人対阪神をお届けします。解説は大谷昭彦さん、実況は清水久志アナウンサーです。ということでこの時間は東京ドームにいる清水久志アナウンサーと中継がつながっています。清水さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早くも超満員でお互いに、左はタイガースファン、右はジャイアンツファンで応援合戦が繰り広げていますね。はい、もう今日は東京26度が最高気温で夏日なので、うん、お客さんの出立ちがもう急にロング T シャツとかもう羽織るものも薄くなりましてね、うん、春の出立ちといった感じでございます。はい、さあゲームとしては今日は巨人阪神、高橋嶺というアンダーハンドのピッチャーは巨人、阪神は去年優勝投手にもなりました、はい、佐伯というこの2人のマッチアップなんですが、うん、放送席は解説大谷昭彦さんにお越しいただいています。大谷さん、今シーズンもよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。2試合いずれも巨人が完封勝ち、はい、そうですよね、連勝でしたね。阪神ファンまさかと思ってるようなね、もう1点も取れてないんで、今阪神の応援団がね、ええ、今日は勝てよみたいなね、プレッシャーかけた応援ですよね。そうですね、はい、かなり声を上げていますけれども、一方巨人は阿部新監督という中で最高の船出を切りましたですね。そうですね、特に若手の選手がね、よく働いて、なんか思うようなゲーム展開できてますね。そんな中どうでしょう、今日ちょっと阪神勝たないともそうですけど、点取らないと
ちょっとね、はい、もうあのゼロじゃやっぱり見てても面白くないですしね、はい、まあ、去年の対戦成績考えるともう阪神の圧勝でしたけども、今日ジャイアンツがあの勝って3連勝するようなことがあると、ええ、今年はいけるぜっていう風になるし、阪神は大慌てですよね。日本一チームがまさかの開幕3連敗になればというところですけれどもね、はい、新内さんはどうですか、はい、東京ドームはもうあのグラウンドに立っていることはあると思うんですけれども、はい、野球観戦は、まあ、グラウンド、まあ、ステージの上なんですけど、ステージですけども、はいはい、まあ、あの観戦に行ったことはまだないですね。そうですか、逆にどうですか、グラウンド、そういうステージから見た東京ドームっていうのはお客さんのまた層とか質も違うと思いますけども、広いです。そうですね、当たり前のことしか言えてなくて申し訳ないんですけども、いやいや、それをね、本当に広いですね。やっぱ声の反響とかも違うもんですか。そうですね、結構そのやっぱお客さんの声がすごく伝わりやすいと言いますか、はあはあはあ、すごいなんか応援されてるんだっていう実感をすごく感じますね。あれだけの大音量で皆さん歌われたり、はい、ダンスもしながらでもやっぱりお客さんの声も聞こえる距離感でもあると。そうなんです、なんかもう聞こえるもそうですけど、なんか感じるもすごいあるんですよね。あ、そうなんだ、うん、体で感じるみたいなことはありますね。じゃあもう野球の選手9人ね、10人、はい、フィールドにいる選手はより聞こえるでしょうね。聞こえると思います、力になると思います。そうなんですね、はい、まあ、実際今あの大江さんからもお話あった通り、うん、まあ、タイガースは去年あれと言ってね、あの優勝相手ひた隠しにして優勝を達成して日本一に38年ぶりですか、はい、うん、なったチームが、はい、ちょっとオープン戦という、まあ、いわゆる練習試合の一環のところでは全然勝てなくて、まあまあそこは練習だからオープン戦だからとみんなある意味受け入れてたんですが、はい、蓋を開けてみて本番になってみるといきなり2連敗で1点も取れてないので、ちょっとね今日のタイガースの意地というか、はい、1つ勝たないと点取らないとどうなるかわからないし、ジャイアンツは監督がね阿部慎之助さんという、まあ、若い監督に変わりましたので、はい、しかも最高のスタートを切りましたので、もうこれで3つ勝つと今年はジャイアンツが主役になるかもしれないという、そんな注目の一戦なんですね。そういう一戦になってまいります。この後2時から、はい、お送りしてまいります日本放送ショーアップナイタースペシャル。さてこのショーアップナイタースペシャル、今シーズンのショーアップナイター春のあつらじキャンペーン実施中でございまして、はい、クイズトリプルチャンスという、企画がございます、はい、2時3時4時にクイズをそれぞれ出題いたしまして、うん、応募者の方の中からそれぞれ、まあ、クイズなんで当たった場合に、プレゼントが当たります、はい、また今日はですね特別に MLB メジャーリーグのソウルシリーズがこの間ありましたよね、うん、ドジャースとパドレスの一戦、はい、日本放送も中継しましたが、あちらでゲットしたドジャース大谷翔平選手のレプリカユニフォームも当たるチャンスがございます。嬉しいですね。さらにホームランが出るたびにホームランプレゼント、こちらも抽選で1名様にプレゼントが当たります、はい、クイズトリプルチャンスホームランプレゼント、もうプレゼント盛りだくさんで、ゲームが盛り上がれば盛り上がるほどこれあのホームランも出れば出るほど当たりますんでね、はい、うん、ぜひ皆さん日本放送ショーアップナイターオープニングから、エンディング試合終了までお気になってプレゼントもゲットしていただきたいと思います、先発が高橋礼と才木、かなりボリュームがあるこの、プレゼントになっておりますので、ぜひ皆さんお楽しみになさってください。はい、東京ドームあと15分ちょっとで開始予定となっております。こちらからは以上です。清水さんありがとうございました。はい、巨人対阪神はこの後2時からプレイボールです。ということでここで1曲お届けしましょう。ユニコーンでデイゲーム。Yeah.
FM93AM1242 日本放送土田輝之日曜のへそ。東京協会ではプロ野球コーチの白井和幸さんを講師に迎え、5月17日金曜午後2時、東京八重洲で特別講演会を開催します。こちらへ抽選で100名様をご招待。ご応募ははがきに住所、氏名、年齢、電話番号、参加希望人数をお書きの上、郵便番号 100-8439 日本放送食育知識教養セミナー係まで。4月5日金曜消印有効です。詳しくは日本放送ホームページをご確認ください。あるところに頭を抱える男がいた。今の車少しでも高く売りたいんです。男は様々な買取業者を調べた。どこも同じに見える。どうしたらいいんだろう。だが男の気持ちを決めたのはこの言葉だった。創業30年目の買取実績、ガリバー。おお。いいとこ探しのプラス査定、期待できそう。車種、年式、走行距離でおおよその値段がわかる。電話してみよう。0120-66-4747 66-4747、ガリバーで。高く売れた。石原さとみです。ラジオを聞きながらスマホを見ているそこのあなた、ドコモのイルモならスマホの使い方に合ったプランが選べるから、みんなにお得。スマホ代落とせるかもよ。イルモ月々3ギガ税込み880円。プランに迷ったらお近くのドコモショップへ。 FM93AM1242 土田輝之日曜のへそ。先週まで日曜のへそ2部でお届けしていた土田カップ夢馬券ダービー第29。信じられないよ。先週まで日曜のへそ2部でお届けしていたみたいな。スタカップ夢馬券ダービー第29シーズンなんですが、はい、青色いちご上村さん、浜野と辺見の浜野さん、泥まみれ一斉さんがレギュラーでしたが、うん、全員瀬戸レースルールの設定金額6000を達成することができず、番組史上初3人同時卒業という残念な結果に終わりました、はい、ですが来週からスタカップ第30シーズンがスタートいたします。ということで、いつもは生放送終了後にひっそりとやっている新メンバーのくじ引きを今からスタジオで行いまして、ガチで新メンバーを全世界に生中継で発表したいと思います、はい、さあ芸人さん、本人もレギュラー番組を持つことを皆さんと同時に知ることになりますので、くじが当たった方に SNS などで日曜のへそのレギュラーになりました、聞きましたみたいな感じで教えてくださいみたいな感じなんですけども、はい、太田プロの若手芸人の名前が書かれた紙が入っている抽選箱、今こちらにあるんですが、はい、私真打の黄金の右手で引き当てた人が来月から新レギュラーとなります、はい、一応若手とはいえスケジュール確認が、ね、そうなんだ、ありますので、レギュラー3名補欠3名の6人引きたいと思います、はい、さあ全く新しいルーキーが出るのか、それともレギュラー経験のある復活組か、それでは引いていきたいと思います、うん、お願いします。めっちゃ入ってるんですよ。誰だろう。じゃあこれからいきます。はい、第1回選択希望選手ですね。こだまペンギンのこだまさん。誰だそれ。こだまペンギン。続きましていきます。岸田さんのマネージャーさんが今すごい焦って探してます。多分マネージャーも知らないと思います。はい、続きましてペニーレインの倉辻さん。誰なんだよ。誰と誰なんだよ。もうしますね。3人目。続きまして、ペンギン、こだまペンギン、こだまペンギン、こだま、金髪の子。最後は、はい、コンピューター宇宙のブティックあゆみさん。あ、ブティック。はい。ブーちゃんだ。の3名。ハッシーの相方だ。相方で、ジモンさんにブチ切れられた子でしょ。あ、そうですね。じゃあ補欠の方いきますね。はい、まあ、スケジュールの関係で出演できないっていうこともあります。泥まみれのシュウさん。あれ、あ、泥まみれの一世の相方シュウ。あ、一番でっかい角刈りの子だ。おこの子か。続きまして、面白そう、酒井きのこさん。え、コンビじゃなくて酒井きのこ。最後引きます。いいよ。
それもまた一強の五十嵐さん。誰なんだよ知らんやつばっかりだけどな。それもまた一強ということで、以上が、以上6名がね、一応なんですけど、一応3名ですね、はい、レギュラー候補が3名なのが、こだまペンギンのこだまさん、ペニーレインの倉辻さん、コンピューター宇宙のブティックあゆみさん、そして、補欠が、泥まみれのシュウさん、酒井きのこさん、それもまた一挙の五十嵐さんということになりました。以上6名がスーカップ第30シーズンのレギュラー候補です。はい、優先順位としては最初に引いた人から順番にスケジュールを確認していきます。果たして来週スタジオにやってくる芸人さんは誰なのか、お楽しみに。 FM93AM1242 日本放送、内田照之日曜の変装。仕事とはジョブである。一方でワークでもある。そして時にタスクにもなりうる。だから仕事は面白い。ホットスタッフならあなたにぴったりのジョブかワークかタスクがきっと見つかる。あなたに近い派遣会社ホットスタッフ。石原さとみです。あなた今落とし物しませんでした？え、してない？なんで落としてないんですか？せっかく落とせるチャンスなのに。スマホ代落とせるかも。ドコモのイルモ 0.5 ギガなら月々税込み550円。プランに迷ったらお近くのドコモショップへ。続いて日本放送天気予報です。今日の関東地方の天気は晴れのち曇り。スタジオにもですね、強い日差しが差し込んできています。関東地方は日差しで気温がぐんぐん上がっています。東京都心と横浜市では気温が25度に達し、今年初の夏日となりました。この後もおおむね晴れますが、黄砂の飛来に注意が必要です。最高気温は25度から27度くらいのところが多く、汗ばむほどの陽気でしょう。まだ体が暑さに慣れていない時期です。こまめな水分補給を心がけてください。明日も晴れ間が出ますが、沿岸部を中心に雲が広がりやすいでしょう。ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。以上、日本放送天気予報でした。時刻は1時55分。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの星野彩さん、お願いします。はい、首都高速道路は中央環状線が故障車のため渋滞しています。中央環状線の大井ジャンクション方面へ向かう内回りは、大橋ジャンクションに乗用車が故障して止まっているため、西新宿ジャンクションまで2キロ渋滞しています。熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでは30分です。6号線の下りは箱崎ジャンクションであった事故の処理は終わりましたが、江戸橋ジャンクションを過ぎて都心環状線の外回りは竹橋ジャンクションまで、内回りは京橋までの渋滞です。高速道路は東名高速道路の上りが神奈川県の綾瀬スマートインターで7キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで3キロ、三鷹付近で1キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの星野でした。ありがとうございました。石原さとみです。ラジオを聞きながらスマホを見ているそこのあなた、ドコモのイルモならスマホの使い方に合ったプランが選べるから、みんなにお得。スマホ代落とせるかもよ。イルモ月々3ギガ税込み880円。プランに迷ったらお近くのドコモショップへ。 FM93AM1242 東京有楽町日本放送、土田照之日曜のへそ。さあ、ということで早いもんだ、早いという間のエンディングでございます。はあ、まあ、あとね2時間ぐらい本当喋れる感じですね。はい、もう普段4時間やってるからめっちゃ早く感じますね。めっちゃ早いですね。まあ、ということで、まあ、じゃあ、はい、さて、じゃあ来週なんですけど、来週はまあ通常通り4時間の生放送でございます。そしてここで皆さんに大切なお知らせがございます。実はこの日曜のへそがスタートしたのが2014年4月5日ということで、この番組来月4月10周年迎えます。わあ、すごい、おめでとうございます。すごいですね。まだ半年ぐらい私入ってからもう2年経ったんですよ。だからもう約10年無駄なこと喋ってるだけ心に残ることは何もない。10年過ごしてるわけですけど、ね、なんかないですよ。だからあれなんですよ、今日もだから497回、そうなんです。だからもう500回目前です。
4月でじゃあ500回迎えて10周年なんだ。へえ、すごいっすね。ミレニアムですね。ということで来月はですね、ツッチー10年もやったなんて偉いね月間ということで、何かやるらしいですよ。あくまでも予定です。なんかすごい方がお祝いメッセージをもらったりとか、ゲストが来たりとか、日本放送から金一封が出たりとか、なんかがあるかもしれませんってことですね。なんか メモリアルなことがなんかあるかもしれないということなんでね、はい、お楽しみにということでございます。さあというわけで、来週のメールテーマはですね、10年前の私。うわーにー、2014年。はい、例えば、10年前に、今が売り時とマンションを売却、しかし今では価格が倍以上に、失敗したとかね。あと2013年楽天ゴールデンイーグルスが初優勝で涙、まさかあれから一回も優勝できていないとは。あと、まあ、スリムでモテモテな僕もあれから10年、貯金と髪は減る一方、増えたのは妻の愚痴と脂肪だけとね。など10年前のあなたはどんな人だったのか、どんなことをしてるのか教えてください。はい、受付メールアドレスはヘッサットマーク124にいただこうまでお願いします。それじゃあまた来週です。さよなら。最後に花輪です。土屋です。平野奈良です。月曜日のナイツアイラジオショーにあらゆる芸人や番組のコンプラをチェックする弁護士芸人小竹正義感が生登場。ナイツアイラジオショーは何もやましいことやってません。やってるっつってたよ。いや完全にやってる人の言い方だよ。清廉潔白のナイツアイラジオショー、明日お昼1時から。石原さとみです。あの、あなた今落とし物しませんでした？え、してない？なんで落としてないんですか？せっかく落とせるチャンスなのに。スマホ代落とせるかも。ドコモのイルモ 0.5 ギガなら月々税込550円。プランに迷ったらお近くのドコモショップへ。